おはようございます。2014年11月2日日曜日6時5分になりました。なんで11月二十何日と言おうとしたのかよくわかりませんが、3連休の真ん中の日曜日ということで、ただまあちょっと天気がね残念ですよね。今一つ雨ばっかりみたいで、ただまあ寒くはないのでなんかもわっとした感じのね、蒸し暑いわけではないんですけども、なんとなくもわんとしてる湿気の多い、なんかそんな天気になってますけれども、ですね、今日はちょっと昨日の金曜日の、昨日ではなくて金曜日のインターネットワッチの記事からなんですが、こちら、文書ファイルを Google ドライブに勝手にアップロードして盗むウイルス確認ということで、なんともめんどくさいウイルスというかですね、厄介なウイルスがいろいろ出てきているわけですけれども、これに感染するとですね、パソコンの中にあるそのドキュメントですね、文書ファイル、なんとか .txt テキストとかなんたら .doc っていうのとか、Excel のファイルとかね、そういうものをですね、 PDF のファイルとかを探し出して、でもってそれをですね、Google ドライブに勝手にアップロードしてしまうということなんですね。でこういうものが出てきてると非常に厄介な。で、Google ドライブだけじゃなくって、他にもそのドロップボックスだとか、あるいはエバーノートだとか、そういったクラウドサービスですね、そういったもの、それを使って、勝手にそこにファイルをアップロードするというようなウイルスが見つかっている。なんでこんなことすんのっていう話なんですけれども、これはですね、おそらくあれですね、ウイルス対策ソフトの抜け道をつこうとしてるんですね。それをこう、騙そうと、ウイルス対策ソフトというか正確にはファイアウォールなんですけれども、要はファイルをね盗むんであれば、いきなりその犯人が持ってるパソコンなりサーバーなりに、ファイルを転送すればいいんですけれども、ただそれをやろうとするとよくわからないサイトにアクセスをするわけですよね。で、そういったところにファイルを転送しようとする、アップロードしようとするんで、そういうウイルス対策のソフトがなんかおかしなところにアップロードしようとしてるぞっていうので警告が出るわけですよ。でチェックするわけですね。そうやってこう防ぐことができるんですが、この Google ドライブとかだとですね、広く一般に使われてるサービスなので、そこに対してこうファイルをアップロードするっていうのは別におかしな話ではないんですよ。そのユーザーがね Google ドライブ使ってれば、利用してれば別におかしくないし、で、あるいはその他の人のサイトであっても、最近はね私なんかもよく利用しますけれども、他の人と共有して、作業を進めたりとか、そういう仕事でねやり取りするとか、別に仕事だけじゃなくても、デジカメの写真とかをねやり取りするのに、そういうとこを経由してとかっていうのもあるわけですよ、普通に。そういうことはなので、Google ドライブにファイルアップロードしてるからっつって怪しい動きではないので、そういうのはウイルス対策ソフトはそういったとこって特にこうチェックをしないというか停止しないですね。そんなのいちいちやってるとこうめんどくさくて、ユーザーが今度オフにしちゃったらまたそれはそれで問題があるので、なのでその辺を素通りさせるために Google ドライブとかにアップロードしちゃうと。で、しかもおそらく考えられるのは、アップロードした先のファイルを、ファイルというかそのディレクトリーとかを一般公開にしとくと、どこの誰がアクセスしてきたかわからないので、犯人がそこに一般公開されているところから
情報ダウンロードしても全然怪しまれないわけですし、でそういうものにさらすこと自体が目的だったりするのもあるわけですよね。だからこういうのって非常にこう面倒くさいというか、クラウドサービスを逆手に取ったというか、そういうウイルスがこうね広まってきてると。まあそういったところにね、例えばその、政府関係だとか、あるいは警察とかね、裁判所とかね、あるいはそのいろんな研究所とか、そういうところのファイルを勝手にこうアップロードされたりすれば、やはりそれはそれで大問題になるわけですよね。本来はその一般には公開されてない情報とかがそういったところから漏れてくるとなると、こういろんな波紋を呼ぶわけですから、で晒されてしまった、一般公開されてしまった時にはそれだけでも大きな問題になっちゃうわけで、まあ実に厄介なことになってきてるなという感じなんですけど、まあもうね、もう今まで何度も口を酸っぱくしてというか耳にタコができるほど言ってきてますけれども、こういうのの対策っていうのはもう基本の基本しかなくって、要はその怪しげなファイルを開かないとかね、でそれからウイルス対策ソフトを入れて最新のそのデータにアップデートすると、これ結構意外とねやってない人いたりするんです。特に更新のね時期が切れてるっていうのをその辺ねちゃんとこうチェックしないといけないし、それからもうあとはその OS とかそれぞれ使ってるいろんなソフトのアップデートですね、更新、最新版に更新すると、これはですね、必ず行ってください。もうこういう基本しかもうね手がないんですよね。こういう変なものに感染しないようにするために、なかなかね厄介な世の中になってきてるといえばそうなんですけども、ただ一方でこれねパソコンもそうなんですけども、私は本当そのスマホの方がね怖い気がするんですよね。スマホがこういうそのウイルスとか変なアプリとかを入れちゃったがゆえに、そこからアドレス帳のね情報とかそんなのが全部持ってかれてたりするとかっていうのが出てくると、それから晒されてるとかね、自分自身がこうトラブルではなくて自分の周りの人たちをトラブルに巻き込んでしまって信用が一気になくなりますからね。その辺が本当面倒なところかなと思います。さて、そんなところで6時14分になりました。今日は日曜日3連休の真ん中、ちょっと天気がねあれですけれども、まあイベントもあちこちでねあるかと思いますので、出かけてみてはいかがでしょうか。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。